話したいことあるんだけどさ、うん、驚かない？うん、え、怒んない？怒る。なんで？まだ聞いてないよね。ろくでもない気がする。実はね、はいはいはい、え、ガチなんだけど、はいはいはい、いいよ。彼氏できた。いや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 。だからリスナーにも彼氏できたよっていうのを伝えるご報告配信をしてて、死んでないそれ。死んでる。死んでる。誰か死んでないそれ。死体転がってないから。大丈夫そう？大丈夫そう。みんななんか結構おめでとうって感じ。あ、そうなんだ。うん、アットホームはね、すげえ。うんうん。そうなの。だちょっとめめに紹介したいなって思って連絡。え、ちょっとでもなんか、え、うん、急じゃない？え、急じゃない？そりゃなんか前から知らないんだけど、前からあったんだけど、ちょっと今日、うん、特別にちょっとみんなに言おうかなって、今日って決めてて、やっぱり4月ってジューンブライド、え、あったよ。4月ジューンブライドは6月か。もう何でも聞いてよ。じゃあマジどこで知り合ったの？あの、帰ったらなんかいて、それがちょっと彼氏です。ちょっと違う違う。ちょっと聞いた。ちゃんと。じゃあ家に帰ったら警察いて、なんかちょっと、うん、多分金品を盗もうとしてたのかな、わかんないけど、で目が合った時に、うん、もうすごいイケメンだったのね。それでちょっとあの恋が始まっちゃった。やばっ。これそんなメイクだったっけ？別にそうでもない。嘘だろ。ちょっとときめいちゃったイケメンで。バカじゃないの。ね、ちょっと今んとこ力でもないけど、うん、え、じゃあ どういう人だったの？中身は？中身特にない。性格は特にない。なんか結構無個性な人だから、それが居心地いいかなみたいな。なんか、あ、そう、無個性、うん、ヒーローになれるかもしれない、それは。じゃあ、なんか、かもなく不可もなくみたいな、なんか特になし。特にないかな。どこが好き？顔。顔かな。顔ってこと。顔かも。顔しか好きじゃないじゃん。顔しかないかも。え、向こうはじゃあフレンのことなんて呼んでるの？ちょっと待ってね、マミヤ。今横に、ええ、横にいるからさ、ちょっと聞こうかなって。あれ、フレンはなんて呼んでる？フレンはなんて？私、横にいる。ゴリさんって呼んでる。ゴリさんって呼んでる。ゴリさんって呼んでる。え、もしかしてゴリラ？もしかしてフレンの彼氏ってゴリラ？おいお前って呼ばれてる。おいお前って呼ばれてる、私は。ゴリさんって言ったら、うん、おいお前って。おいお前って言われる。うん、そう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 。そんなとこもぶっきらぼうでかっこいいなって。いや、よくないでもどう？今聞いて。いや、よくないでしょ、フレン。フレンは、うん、年上か同い年だろう。え、それか、マミヤ。え、結局、メメがさ、私のこと好きなだけじゃん、それって。いや、そういうこと。なんかさ、ろくでもないやつと結婚するぐらいなら、なるほどね、責任取るよって話ではあるよ。え、責任取ってくれるの？ちょ、メモしとこう。いや責任取ってくれるらしい、うん、メモ。じゃあ、とにかくな、ここに、4月1日現地取りました。やだ。え、じゃあ、アミヤと比べてどこがいいの、そいつは。アミヤより勝ってるところあるんですか？これピン刺しとこう。あ、じゃあ、やめ。アミヤよりいいとこあるんですか、そいつ。今んとこない。うーん、あの方が、アミヤより体重が軽いかな。え、ズキズキ。雨より体重軽いかも。自分より体重軽い男の人を見ると胸が痛む。ズキ太らない体質なんで。え、それ力士できないよ、それ。そんなんで力士できないから。確かに7ピコぐらいしかない、うん、そっちだから。じゃあ、だから嘘だよ、うん、力士は。嘘じゃない、嘘じゃない、嘘だよ、騙されてる。わかんない、でも7ピコグラムしかないから嘘かもしれない。0.0007グラムらしい。え、ちょっと
フレ、それ、なんか幻覚とかじゃないの？え、幻覚？うん。でも、うん。もし幻覚だったら、疲れすぎた。うん。アミアが付き合ってくれるってことだよね。いや、フレ、アミアもさ、ちょっと今日出会っちゃったんでね、フレの人に。嘘？いや、本当は去年出会ったんだけど、1年間放置されてて、急に返事来て。え、うん。そう。でも、まあ、返事来たぐらいじゃ、まあじゃん。うん、まあ。うん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 、何急にってなったんだけど、うん、久々に声聞いたらちょっと顔もいいしちょっとよくてちょっとまあ運命かなって。やだ、ごめん。やだあれやだ。うん、だから一緒にやだ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 ね、やだ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 、ね、離れないで。いや、ちょっと本気なんだよね。本当に嫌だ。ちょっと女の子になっちゃうんだよね、その人の前では。拍手すんな。女の子になっちゃうんだ。女の子になっちゃう。私の前ではならないってこと。 なってよ、私の前でも女の子に。なんなってくんないの。フレの前でちょっとゴリラになっちゃう。笑いすぎドラミングしちゃう。代わりってこと？いやいやいや、全然全然そんなことない。もういいよ、代わりでしょ、私はどうせ。もういい、もういいもん、私はこの彼氏と幸せになるからいいもん。ふれじゃあね、いいじゃん、じゃあね、バイバイ。ふれあ、めめに裏切られた。めめ好きな人いたんだ、悲しい。いや、きらめちゃん、どうしたんすか、フレンさん。なんかいつもさ、結構仲良くしてくれてると思うんだけど、言ってないことがあって、実は。え、なんすか。彼氏できた。え、実は。え、彼氏ってあの彼氏っすか。何がある、別に他別種いるんだ、彼氏って。え、彼氏って性別が男で、うん、で、なんか、なんか、記念日でもないのに、いつもちちくり合う、ちちくり合う的な。そう、あのね、駅とかでね、チューとかしてるのよく見かける、あの彼氏ですね。はい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 。うん、しないけどさ、あのね、うん、見てるだけでちょっと殺意が湧くような関係性の。そう、ちょっとできちゃったんだよね、実は。マジですか？うん、そうなの。どんな人っすか？まあ、イケメンだね、うん、めっちゃかっこいい。かうん、めっちゃかっこいい。じゃあカレピの、うん、一番どこが好きっす か顔かな。顔かな。性格とかではなく、性格はなんか特にないんだよね、なんか。見た目だけ。それってフレン先輩の一目惚れってことですか。そうだよね、そうなるかな。うん、そうなの。うん、彼氏さんは何してる人なんですか。力士をされてるんだけど。え、ちょっと力士、力士でも、あの体重が7ピコグラムしかなくて。何、7ピコグラム。0.0000007 グラムらしいんだけど。え、それ存在してます。一応いつも空には浮いてるんだけど、一応存在は、うん、空に浮いてる。そうそう、あの 重さでね、あの足をつけれないから、あ、いつもふわふわ浮いているんだけど、はいはいはい、それで、アントマンの世界観でしか聞いたことないレベルの小ささ。そう、だからちょっと力士は向いてないかもなって思って、最近ちょっとね、でも彼のことは応援してるんだけど、力士、はい、うん、まあ力士は無理。です無理かな。もうそもそも無理、やっぱ無理だよね。そもそも土俵に乗ってるかすらわからない。ワンちゃん塩の方が重い。土俵に巻かれてる塩の方がワンちゃん彼氏より重い。確かに塩の方が重いかもしれない。でもなんかそれも個性かなって、愛さえあればいいかなって。
個性で受け止められる範囲超えてないですか、うん、それ。いやでも愛してるから、でも愛してるから。悪く言わないで、私の彼のこと悪く言わないで。愛が あればいけるっていうこと。うん、そう。あ、そっか、でも、うん、愛があればいいか、うん、しかも顔が良ければ。え、バカにしてない？いや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 。バカにしてないけど、めちゃん、私の彼氏のこと。いやいやいや、してるわ。いや、フランさんの彼氏ですよね。いや、バカにするわけないじゃないですか。そうだよね。まあ、ひとまず、うん、絶対参考にしないっていうことだけは今日ちょっと胸に刻んで帰りたいなと思いますけど。なんであれ、ひらめ人間と恋愛したいっす。え、人間だよ。いや、絶対嘘、絶対嘘。名前はゴリラだけど人間だよ。ゴリラゴリラゴリランっていう名前の人間だよ。え、それフルネームです。学名。それただのゴリラじゃないですか。え、もしかして違うキングコングと付き合ってます。エンパイアステートビルにさらわれてそこで一目惚れしました、もしかして。違う違う、本当の人間の、ゴリラって名前の人間なの。キングコングではなく、キングコングじゃないの。なんかドクロ島みたいなところから違う違う、人間、人間、逃げてきた感じのあれではなく、人間なの。人間、ゴリラじゃない、キングコングではない。ってなると、それだいぶ親御さんのネーミングセンスがちょっと複雑な家庭環境っぽいから。え、それちゃんとした人なんですか。ちゃんとしてるよ。本当ですか。え、うん、え、お仕事されてます。まあ、もともとは空き巣してたんだけど。で、その時に私の家にいて、で、目が合って、ときめいて。フリーズって空き巣と付き合ってんの。じゃ、今は足洗って力士になったから。でも足は洗ってる。ああね、足、そうそう、過去はちゃんと生産して力士になったんですね。そうだよそうだよ。びっくりした、現在進行形で空き巣やってる人と付き合ってんのか。さすがにちょっと、いやでも、ね、それちょっと会社的にまずくないか。エニカラが許してくれないかな。そう、エニカラが多分許さない。マネに怒られるかな。さすがにそれはちょっと、フレンさん、さすがにね、びっくり。あ、そっか、足洗ったんか。エニカラが怒るか。ダメか、それは多分激おこ、激おこか。ちょっとまたさ、ちょっと相談乗ってよ、彼氏のこととかさ。いや、もう自分自分でよかったら、うん、いずれも彼氏の話聞きますよ。え、ありがとう、嬉しい。いや、こちらこそ、なんかおもろい話、うん、おもろいてもらって、うんうんうん、ありがとうございます。末永くおせ、あ、結婚式するときはちゃんと呼んでくださいね。うん、ありがとう。あの、ゴリさんの知り合いとかよかったらキラメちゃんに今度紹介するね。うん、ぜ、ね、ぜひぜひ、うん、ね、ぜひいつでも会ってみたいな、身内とか本当に。お会いしてみたいな。紹介するね。うん、ありがとう、はい、お願いします。うん、キラメちゃん、ちなみに、あの、今好きな人とかいないよね。いないよ。あ、すいません、なんか電波が、あ、なんか、あー、キラメ、え、そうなの、みんな。え、私と仲良くしてる人って私以外に好きな人いるの。許せない。え、誰って聞いとこ。んだ、なんすか報告って。本当にガチなんですけど、これはあ、ガチ、はあ、ガチです。あの、彼氏ができました。いや、は、いや、でもなんか前々から結構アンジュさんとはなんかどっちが先にできるかみたいな、こう結婚はどっちが先にできるかみたいな話をしてたから、ちょっとさすがに報告しておかないとなと思って。いや出会い何、出会いはなんか帰ったら家にいて目が…どういうこと？え、知らない人地点で？え、何？初対面でってこと？初対面で帰ったら家にいて初対面で…ああ多分彼は空き巣をされていて、あの…え、でもそっから今恋に発展しようとしてる。え、今合ってる？彼氏の話してる？それで今彼氏の話してるんですけど、彼は空き巣してて、多分空き巣してて、なんか、うん、ほんで、うん、帰宅したら家にいて、えって目が合った瞬間にめちゃめちゃかっこよくて付き合い始めました。面食いの極致すぎる。どういうこと。そ、と話飛んだけど、そっから付き合うまでどういう流れになったん、どういうこと。
目が合うイケメンで向こう今漁ってる最中やろ。どうなんの、仮にそっからどう発展すんの。あのお名前はって私が言ったら、いや言わんやろ、犯罪中やぞ。言わんやろ。違う、本当なんです、本当なんです、本当信じてください、本当なんです、ガッツガッツです。なるほどね、じゃあ名前聞いたら本名言ったってこと。あ、そうですそうですそうです、お名前はあったら、あ、ゴリラゴリラゴリラですって言われて、いやそれ騙されてるよ。ゴリラゴリラゴリラって言ったってこと。そうです、名前が騙されてないです、でも本当に本名なんですこれ。騙されてないならゴリラないよ。それはもし騙されてないならゴリラないよ、どういう、どっちに転んでもないよ。ゴリラか騙されてるから二択やから。でも本当にそうやって言ってたもん、彼が、彼がそうやって言ってたもん。愛盲目やな。盲目やな、絶対に本当だもん。ほなほんまか。そうなんですよ。他、何、あと何聞けばいいんだ、ちょっと待って、待って。何でもゴリラ、何でも答えます。いくつ。17歳です。ああ、うん、ゴリラの17歳が分かんないんだけど。何。ゴリラじゃない、人間です。あ、人なら、あ、に、あ、人間確定なんだ。あ、人間確定なのね。確定なんだ、人間確定ね。あ、そこ確定なんだ。あ、そっか。名前がゴリラなだけで人間なんで。あ、うん、そうなんだ。そうなんですよ。イケメンなんで、やっぱり。あ、うん、ゴリラの中のイケメンじゃなくて。ちゃんと人としてイケメンで、名前が、ほな、騙されとるな。なんでですか。本当だもん。本当って言ってたもん。初デートは、初デート。あの、ちょっと待ってください。今横に彼がいるんで、今彼に聞きます。ちょっと忘れちゃったんで。いや、みんなってでも言わなかった。言ってないです、言ってないです。いやでも結構仲良くていろんなとこ行くんで。覚えてないってこと、いろんなとこ、いろんなとこ行くからちょっと忘れちゃった。え、付き合ってどれぐらい。何も分からない。ほんまに好き。警察行きました。警察に行きました。初めての。あ、ちゃんと通報したんや。あ、罪は罪として償ってもらったんや。そこ許せなかったんやね。初めてのデート警察行って、ちょっと足を洗ってもらって。今はデートちゃうよ、ほんで。これデートじゃないですか。ほんでそれデートちゃうよ。2人で仲良く手つないでたからデートだと思ってた。逃げられないようにやそ。絶対ちゃう。でも今は足洗って力士やってますよ。どんな人、どんな人なん、じゃあ。特にないですね。なんか個性がなくて、なんか特にないんですよね。ゴリラゴリラゴリラで空き巣の個性がないって言ってる今。本当ですからね、アンジュさん。今なんか疑ってる感じ出してますけど、ガチですからねこれ。疑わなかった場合すごいけど。じゃあ、まあでも好きなんやもんね。そう、めっちゃ好きなんですよ。あ、本当に。どこ好きなん。顔。いや、カス。別れろカス。エミカラに相談するわ。やべえやつに捕まってるって。あ、言わないで、エミカラには言わないで。お願い、やべえだろ、別れたくない私まだ。それを重大発表で配信してるのやべえだろ。ちょっと相談するわそれは。やだ、まだ別れたくない、彼と。すごいかっこいいから。マジでカス顔だけ。やだ、言わないで、にからには。相当かっこいい。絶対言わないで。今外見以外いいとこ聞いてないからね。なんか他引いてたところないの。何え、仕事はだってそうだよね、空き巣なんだもんね。だから、いや、あの、力士です、力士。は。ちょ、怒んないで、怒んないで。は？空き巣から足を洗って力士になったんです。ああ、そんな簡単じゃねえやろ。だから1ヶ月で力士にまで行ったってこと。イケメン力士としてやっぱ有名だから。本当に個性ないの。ちょっとよくわかんないんだけど。その発想すごいやろ、フットワークの軽さと強い感じ。そうですね、だから身長が、はいはいはい、29万メートルあって。体重が、お前の家どうなっとんねん。あの体重が7ピコグラムしかないから、こう折れ曲がれるんですよ。だから、あの、家の中で折れ曲がってて。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。何、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 え、
ちょっと待って苦しい、待って、ピコグラムをうちまず知らないんだけど、苦しい、いやこっちだよ何が何の電話何の報告されてるほなちょっとマウント取りたくていや、今現状1ミリも羨ましくないよ犯罪被害の話されてるからね。え、でも彼氏ですよいや彼氏だったら何でもいいと思ってる化け物なんだけどやばすぎる。幸せ今大丈夫そう？あんまり幸せじゃないか分かりなよなんでそう、あ、私が彼氏いるのに嫉妬してるから分からなって言ってる。そうね、そう、嫉妬か、そうね、そうですよね、いや羨ましいと思いますけど分かりませんから。でも幸せじゃないってさっきもらって現地取ったんだけど、現地取ったよ、別れたいあんちゃん別れたよ、言えたじゃねえか言えたじゃねえか別れたいよ言えたじゃねえか、どうしたらいいかなでも なんだろう、別れた後なんか怖いタイプな気がするんだよね家バレしてるよ、怖い、飽きされたからどうしよう、無理かも無理かも、家避難させてもらっていいですかいやちょっとマジでごめん、無理だわごめんね、ごめん、本当にごめん、本当無理、なんでなんで言わないから、彼氏は言わないから、いやいい、ちょ、うちもいたから、もともと昼まで、昼まで、あ、別れちゃったってことですか、昼に、あ、いや、昼になったらもう、あ、もういない、なかった、私もなんか同じような気持ちだから毎年エイプリルフール今年も彼氏作んなきゃなって思ってるからなんか分かり合えるよね今だけ、今すごく分かり合える今お互い辛い、辛かったよね、本当に彼氏できた時は本当にちゃんと報告しに来ます嘘です、実はこれ、実はこれ嘘です本当だったら本当にやばいから、警察とかもうどうしていいか分かんないもん、どうして解決策分かんなかったから、よかった嘘で、実は嘘で、あ、よかった分かってくれてて、あ、よかった、よかった、じゃあ安心した、よかった、じゃあいずれ、じゃあ、はい、ダブルデートしようね、あ、そうですね、いずれはまた、また、はい、あ、じゃあ、ありがとうございます、お疲れ様です、あ、お疲れ様です、はい、失礼します、失礼します、はい、来年はやめとくか